夏バテ気味で食欲がない人にもおすすめです。ピリ辛いキムチやコチュジャンが食欲をそそる。脂の乗ったうなぎの旨味がアクセント。うなぎのせビビン麺をご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まずうなぎは 1.5 センチ幅に切ります。きゅうりは千切りにします。キムチは食べやすい大きさに切りましょう。鍋にたっぷりの湯を沸かしてそうめんを茹でます。流水で洗って水気を切ります。ボウルに材料 A を混ぜ合わせ、そうめんを加えて和えましょう。器にそうめんを盛り、具材をのせます。小ネギを散らせば出来上がりです。ボリューム満点なのにつるっと食べられる麺レシピですよ。ぜひお試しください。